付近に歩行者。歩行者がいないことが明らかでない場合、停止位置で止まれる速度まで減速しましょう。コンビニの先の施設に入るために左ウインカー点灯。するとコンビニに入るかと勘違いして歩道を横切る際に停止せずに突っ込んでくるドライバー。危なかったですね。違うケースですが、歩道を横切る際に一時停止を怠り自転車との接触事故のニュース等を見かけますね。もちろん入る時もご安全に。先が詰まっていて進むと交差点内に停止してしまうので手前で待ちます。すると後方から速報通過時に一時停止をしないで通過する配達員。信号機のない横断歩道等を通過する際はその手前の直前に停止している車等がある場合、その速報を通過して前方に出る前には一時停止しなければなりません。この速報通過時に一時停止を怠ると歩行者がいてもいなくても違反になります。ご安全に。信号停止中にスマホを取り出すドライバー、まさかね。走行中の携帯の使用は禁止されているのですが、そのまま操作しながら運転を続けるドライバー。施設内に入るか安全な場所に停止してからの使用を。ここでようやくやめる。合図を出すという簡単な操作もできないドライバーは運転には向いてませんね。ノーウインカーで車線変更を繰り返すドライバー。運だけで免許を取得できたんでしょうね。オプションでウインカーをつけ忘れたという諸説もあります。事前に自分の行動を知ってもらうためにも周囲にしっかり意思表示をしていきましょう。夜間は特に注意が必要です。付近に人影が。歩行者がいないことが明らかでない場合は、停止位置で止まれる速度まで減速しましょう。必ず止まれます。先が詰まっていて進むと交差点内に停止してしまうので手前で待ちます。隣も一緒に。この時後続車はというと、必要以上に車間距離を詰めてきて嫌がらせされました。そんなに急いでも前は詰まってるからどうせ進めやしないのに。ダンプってこんなのばっかりですね。走行中の携帯の使用は禁止されているのですが、左手でスマホ片手に通話しながら運転するドライバー。施設内から出てきたので通話が終わってから行動に出てくればよかったのでは。
ながら運転ダメ、絶対。停止位置直前や後続車に追突の恐れがあるとき以外は、黄色信号での進入は信号無視になります。こちらは赤信号に変わってからの進入。信号無視は重大な事故へとつながります。絶対にやめましょう。自転車って無法者が多いですよね。信号はまだ変わっていないのに横断する自転車、対向から車も来ていたのに危険ですね。もしも対向車がスピードを出して交差点に進入してきていたら、自ら命を危険にさらす行為はやめましょう。先が詰まっていて進むと交差点内で停止してしまうので手前で待ちます。自転車を降りて歩行者に変わるおじいさん。一時不停止。駐車場内なので違反にはなりませんが、逆走する人いますよね。下り専用。いつか公道でもやりかねないですね。対向車が下ってこなくてよかったですね。ご安全に。踏切内での停車を防ぐためにも停止線でしっかり停止を。一時停止をせずに進行するドライバー。横断中に列車が来ないことや、渡った先にスペースが空いていることを確認しましょう。いつか痛い目に。ご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。皆さん、本日もご安全に。